今日のテーマ、はい、今日のテーマいっちゃわないと。そうですよ、もうナルトうどんが近づいてきた、やばい、うん、ね、今日のテーマ、はい、今日のテーマでもこんな時間で言えるようなテーマかな、まあいいや、うん、ね、今日のテーマ引きずらない、うん、ね、シチュー引き回しの上獄門みたいなねいや、まあ、なんかさ子供の頃さシチュー引き回しの上獄門っていうのは、うん、もうすごい刑罰やなって思ってたわけよ、うん、それもなんでかっていうと、その馬かなんかでこう足首かなんかをさもう 縛って引きずり回される、まず、はいね、引きずり回されてもうなんかもう半分以上死んでるのにさらに内首獄門みたいなさもうそんなにひどい極悪人に対してのみ、うん、毎回毎回ほら何何遠山の金さんとかさ、うん、あるいはその何、水戸黄門とかでさ、はいはい、もうシチュー引き回しの上獄門みたいな感じで言っとったよ、内首獄門みたいな、内首獄門みたいな、うん、ね、もうこれ以上の刑罰ねみたいな、はい、絶対シチュー引き回しの上内首獄門だけは嫌だみたいな子供心に思うわけよ、ね、そんな悪さは嫌だみたいな、なのになぜみたいなねね、まあ、シチュー引き回しの上獄門、内首獄門レベルの悪さはしなかった、さすがに子供の頃にもうね刷り込まれた。でもさ、あのシチュー引き回しって、うん、その馬に引きずられるわけじゃなくてじゃないよ、馬の背に乗って顔をさらされるっていうね、はい、大人になって初めてわかるよその意味がみたいなね、あや話がさらしもん、はいはい、ね、ね、馬に乗ってなんかあのぶら下げられるわけよ、うん、私が罪人ですみたいな、はい、ね、のぶら下げてこうシチュー練り歩くわけよ、うんうん、ね、でみんながあれがあの極悪人かみたいな感じで見るわけよ、はい、ね、なんだよかったと思ってさよかったじゃねえよみたいな、ね、それやったらまた耐えられるかなと思ったけど、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、結局打ち込み獄門じゃないからダメじゃんみたいな、ね、ダメじゃんみたいなまあそんなことはさておきね、はい、引きずるんよ、うん、いろいろと引きずるの、うん、ね、過去のしがらみや、あの何いらない常識や、うん、ね、それから何、物や人やね、ことへの執着や、ね、感情、いろんなものを引きずる人間って、引きずりながら引きずりながら生きてるわけよ、はい、だからどんどん重たくなるよ足取りが、引きずれば引きずるほど、うん、ね、ちょうどもう何あのシチュー引き回しの内首獄門みたいな感じで、うん、足引きずられてるわけよ、うん、もう足の後ろになんか足にさなんか紐かなんかがくっついて、その後ろにさいっぱい引きずられてるわけよ、なんか重たいのがズル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 みたいな、前に進めない、もう進めない進めないみたいな、うん、だからもう断捨離断捨離っていうわけですよね、はい、ね、その引きずるものをまずね、断ち切りましょうみたいな感じで言うんですけど、うん、その引きずらない、もうその何、まずこれをやりましょう、うん、ね、感情を引きずらない、うん、感情を引きずらない、これ結構難しいよね、これね、あ、難しいね、あのさもうアンガーマネジメントのところでも言ったけどさ、うん、アンガーマネジメントって結局その怒らないっていうことじゃないのよ、これ結構たくさんの人が勘違いするのよ、うん、ね、アンガーマネージメント怒っちゃいけないね、うん、水のように静かに清らかな心でみたいな、うん、ね、でもなんかちょこ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 ドーンって爆発するみたいな、はい、ね、アンガーマネージメントってわかる、うん、マネージメント、はい、つまり棚心に収めるっていうことよ、うん、ね、コントロール下に置くっていうことないよ、うん、だからアンガーマネージメントって怒っちゃいけませんよって言ってるんじゃない、ね、怒りを上手にコントロールしましょう、怒りと上手にお付き合いしましょうっていうことなのね、うん、それ勘違いする人多いのね、怒りはあるよ人間だから当たり前じゃんそんなの、うんうんうん、ね、もう当たり前じゃんアゼルバイジャンも、ね、当たり前じゃんアゼルバイジャンもあるのよ、うん、であるのを認めることから始まるわけよ、怒りはある、はい、でその怒りとかもう打ち上げ花火みたいなものドーンっていくわけよ、なんかもうダイナマイト爆発みたいな、打ち上げ花火ドーンみたいな、でその打ち上げ花火ドーンで終わらせましょうっていうのがアンガーマネジメント、うん、アンガーコントロール、うん、ね、終わ
らせましょう。もうそのボーンって打ち上がったら、うん、もうそれで終わり。はいはいはい。ね、ところが、うん、ほとんどの人がその怒りっていう感情を引きずるのね。あ、うん、それのその具体的に分かりやすく言うと、例えがちょっとおかしいんですけど、うん、そのドーンって打ち上がった花火が、うん、なんか他の花火に引火して、なんか大惨事みたいな、はい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 、もう手がつけられない状態になる、うんうん、でもう大火事、うん、ね、もうやばいみたいな、もう大損害みたいな感じ、イメージ的に、はいはい、ね、そんなイメージ、うん、だからその怒りっていうのはその単発で終わらせるっていうのが肝なの、これ。うん、ね、うん、ほら救急車がやってきました、はい、ね、その都度なんかこう消化するみたいな、そういう、ね、そう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 、コントロールするで、これ教育現場の世界とか子育ての世界ですごくよくあるんですけど、うん、まあ、子育てとか教育とかもね、もう怒りと共にあると言っても過言ではないよね、うん、ね、それまあ子育てした経験ある人だったらみんなわかると思いますけど、ね、イライラすんのよ、うん、ね、子供が思い通りにならんから、うん、ね、でその時にまあ思い通りにならんからね、イライラして怒るっていう人はちょっともうちょっと勉強した方がいいんですけど、うん、でもそのあ、こう叱らにゃいかんなみたいな時あるやん、うん、ある ね、 ね、怒りと叱りは全然違うんですけど、うん、叱らにゃいかんっていう時に、まあもちろんその腹が立ってる、腹が立ってるけど冷静に叱りたい、うん、ね、そういう時によくやる手法で、うん、ね、もうガーンって怒る、叱る、うん、叱った後に、うん、パンって手を叩いて、うん、はい、じゃあこれで、うん、この件は終了、お、ね、うん、この件はこれで終わりみたいな、うん、まあその何、大川越前風に言うと、うん、一件落着みたいな感じ、はいはいはい、わかる、うん、そこでもう幕引きを図る、うんうん、っていうのがすごく有効、あ、手叩いて終わりっていうことが大事なの、うんうん、ね、これやらないと、うん、その幕が降りないのよ、怒りという感情に、あ、自分にね、自分に怒ってる自分に、怒ってる自分に、うん、幕が降りないんで、はいはい、くすぶって、うん、結果それがなんか火薬倉庫に引火して大変なことになるよ、うん、それ教育現場でよく使われる手法。あ、そう、ね、よく使われる手法、ね、まあ、知ってる人は少数ですけど、うん、ね、引きずらないためにやれること何かなって考えるのがいいよね、うん、場面を転換するっていうのがすごく大事なテクニックになってくるわけです、はい、ね、だからそのなんか気晴らしに外行こうとか、うん、あるいはそのお茶しようとか、うん、その気分を転換する、うんうん、ね、気分を転換するために有効なことは、それまでの雰囲気とガラッと変えるっていうことですからね、うん、場所を変えるっていうのも大事やし、その雰囲気を変えるっていう、やってることを変えるね、一緒におやつ食べようとかね、うん、うん、あるいはちょっと一緒に外出て空気吸おうかみたいな感じ、うんうん、よく生徒指導の後にね、そんなことをやる。まあ、一緒にお菓子とかはまあこっそり食べてましたけど、こっそり食べてましたけど、そういうことって結構大事なんよ。うん、ただ引きずらないの、うんうん。これが引きずるとお互いにとって良くない。うん、ね。もう怒った方は怒った方で、うわーみたいな、いつまで経ってもくすぶってる、うん、ね。怒られた方は怒られた方で、うわーみたいな感じで。もやもやする。もやもやくすぶるんだ、うん、どっちもくすぶってるわけ。はいはい。その、このくすぶりから次の、うん、次の大惨事が引き起こされるわけよ。うんうん、危ないのよ、もう、はい。とっとと完全に消化しないと。うんね、というわけで、自分の感情を引きずってる時が一番危ないんだと、思ってください、うん。引きずってる時が危ない、うん。怒りが爆発してる時は大して危なくないよ。みんな危ないと分かってるから。はいはい。ね。もう怒り沸騰してる人のところに、うん、よ、そんな怒らないよとか言う人いないから。いないよね。ね。その時はみんな危険だって分かってるから、うん、うかつに近寄らないし、うん、案外危険じゃないの、その時は、うん。でも終わった後、くすぶってる状態が危ねえ。だって火事だってそういうことよ。うん、はいはい。ね、冬に火事が起きるのは、うん、その火の不始末って言うじゃん。うんうん、ね、なんか焚き火をやった。うん、あるいはなんか物を燃やした。ね。ああ、もうなんか燃えたな、みたいな。終わったな、みたいな、うん。ね。終わってないのよ、全然。はい、中はまだくすぶってるし燃えてるのよ、うん、でも気づけない、外から見たら、あ、なんかもう終わったかなみたいな、うん、結果それが大火事になったりするのね、うん、感情も一緒、ね、引きずらないってすごく大事、ね、必ず消化を確認、ね、うん、
必ず自分の感情をリセットする。ね。うん、それは、音であったり、その、場所であったり、物であったり、うん、ね、いろんな手段を使って、全く違う、場面に転換するっていうことすごく大事ね。うん、はい。今日の引きずらない、いかがでしたか？もう、目から鱗でしたね。爬虫類か魚類かん？お主。ね、鱗なんてないだろう！ね、もうね。まあ、口からあくびでした、今。ひばりは口からあくび。そんなことない。そんなことないの？はい。というわけでね、はい、ナルトうどんにもうとっくに到着しているんで、うん、ひばりくんナルトうどんしか見てない。うん。というわけで、いやいやなんかね、はい。久しぶりのうどん。ね、ナルトうどん久しぶりよね。そうだね。楽しみやね。はい。というわけで皆さんも素敵なうどんライフをお過ごしください。それでは次の配信までごきげんよう。さよなら。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。